ドンコーブは、カナダ・オンタリオ州トロント出身のフルート奏者、作曲家、作詞家、音楽プロデューサー。また、中国では、流敵、台湾では、雷をなだかしは、そして、日本では、フルートの貴公子として知られている。多様な文化の曲を書き、世界の音楽、感覚機に広く精通していることで知られている。コーブの作品は、クラシック、ジャズ、ラテン、 アジアの音楽、ケルト音楽、中東のジャンルにまで及んでいる。その曲の多くは物語のテーマに基づいた表題音楽でコンセプトアルバムの形をとっている。その着想はしばしば後部のアジア系祖先の探求と豊富な旅行経験から来ている。小学校でリコーダーをはじめ、10代の時にアイリッシュファイフとドラムのバンドに加わった。トロント王立音楽院に通う一方、 地元の音楽コンクールで、いくつかの賞を取った。ジャズ演奏の経験を広げようと1年間、ヨーク大学に通った後、トロント大学で、クラシックのフルートを学び、奨学金を得て、音楽パフォーマンス科の学位を取り、卒業した。後部の主任教師は、ダグラス・スチュアートだったが、ロバート・エイト県、レイモンド・ギオ、ミシェル・デボスとのマスタークラスにも出席した。大学時代から、 優秀だった工部は、卒業後に、中国の竹笛に出会い、アジアの竹笛の音色に興味をそそられた。1991年に来日し、赤尾道子から、雅楽、伝統的な忍笛流的を学んだ。その後彼は、世界中を旅し、その土地の笛を学び、収集し、そのコレクションは、200以上にもなる。20カ国30ソロアルバムをいろいろな、 レコードレーベルで販売、リリースしている。後部の最初のアルバム、t ィ e a r ブ of the Sun は、1990年に、カナダのニューエイジミュージックトップ20で、第1位に輝いた。彼はまた、オリビア・ニュートン・ジョン、リオナ、ボイド、マイケル・ダナ、ルネッサンス、ジム・マッカーティのような多くの有名アーティストや、ワールドユースデーのレコーディングで演奏している。彼の才能は、 数多くの重要な映画やテレビで発揮され、たくさんのカンヌ国際映画祭受賞プロジェクトや、アンディ、アトムエゴヤン、ジョンウーといった映画監督、ミラ・ナイールのアカデミー賞ノミネートの映画音楽にも、携わっている。ロベール・ルパージュの映画、ノーの冒頭シーンでは、伝統的な着物を着て、脳幹を演じた。2001年、後部は、ハーバーフロントセンターでの、ワールドリーダーズで、 ピーター・ガブリエルのトリビュートとオマージュの共同音楽ディレクターを務めた。彼は、その音楽的才能により、ピーター・ガブリエル、ティア・カレル、アーン・チャーン・ポンド、ロリーナ・マッケニット、ジェーン・シベリーとも一緒に仕事をしている。アルバムの楽器曲を書いたり、文化放送グループのスタッフライターとして働く。一方、アジアのメジャーな歌手の曲を作った。アラン・タムへの曲は、 ダブルプラチナセールスを達成し、もう一人の香港ポップスのキング・ロマン・タムへの曲は、香港伝代で最優秀オリジナル作曲賞を獲得した。コーブは、またトロントオリンピック招致の曲を作り、その曲はロイド・ムソン・ホールで、トロント公共楽団によって演奏された。2008年、コーブは、レジャー・シラバスから、オーストラリア音楽試験委員会フルート部門。 クラシックフルート試験用のフルートとピアノ曲の本を一緒に出すことを依頼され、ダンスと劇場映画の音楽も作曲している。ご大陸の各地やイベント等で演奏している。ワシントン DC のフリーア美術館、アーサー・エム・サックラー・ギャラリー、スミソニアン協会、エジンバラ・ワールド・アート・ステージ、オランダ・アーネム・カテドラル、イギリス・グラストンベリー・フェスティバル、 テアトロナシオナルデパナマ、台湾、中山ホール、上海国際音楽祭、北京正規劇院、公衆村文記念ホール。彼は、日本でも何度もコンサートツアーを行っている。平安神宮、法華林、熊本城、東京、角はホール、水戸市民会館、岡山、エスパスホール。また、2005年日本国際博覧会では、カナダ代表として演奏した。 加えて、セザリア・エボラのオープニング演奏、世界的音楽ボーカリスト主アキラことダダワの中国、カナダツアーにも加わっている。ありがとうございます。